はい、皆さんのテントモです。有志エンゲージの実況となります。今回こちらの明日のペッシェイベントで配布されるザク、またもザク、またしてもザクね、これで3回目の配布ザクですね。松永オルテガ、そしてこのサイコミュ試験搭載用ザク2とね、どんだけザク好きなんてはい、というわけで SR 機体ね、オルテガに次ぐ SR 機体ですね。で、赤属性の汎用機、またも汎用機、ペッシェ機と同じく汎用機でございます。で、まあ赤なので、まあ一応ね、バトルラッシュでも使える感じですね。特攻ではないけども、赤には赤ね、全然問題ないので、はい。で、持って適正地上罰、宇宙丸、水中罰と、あ、これペッシェ機と、ペッシェのあの白ザク、あれと同じ感じのあまり良くない適正だけど、宇宙は丸ね。で、数値の方が戦力 231,387、 HP43,64、 攻撃力 3,096、 防御力 3,387 となっております。まあ、僕ね、そんなに SR の機体のデータを頭に持ち合わせていないので、ちょっとね、 UR 機体ほど比較ができないんですけど、 HP が高めですよね。で、攻撃力が低めで、防御力が平均って感じなのかな、まあ、パッと見、うん。で、実弾上昇1009、ビーム上昇1009と同じね、ビーム実弾機体、まあでも多分サイコミュなので、ビーム寄りの武装なのかな。で、実弾軽減1009、ビーム軽減1009と全く同じですね、上昇の数値と、はい。で、クリティカル値528、クリティカル上昇464と、クリティカル値の方が高い感じですね。うん。で、 EX スキルオールレンジアタック、ターゲットしている敵一機に攻撃力の 501% ダメージ、自身に20秒間実弾ダメージ軽減 40% 上昇、自身に、あ、なるほど、自己バフね、実弾軽減値がさらに高まるといった実弾攻撃に強い機体となっております。はい、なるほど。なので、レベル1の数値は、これが 40% なので、おそらく 25% ぐらいかなと思われます。はい、まあでもこれね、すぐに貫突できると思うので、まあそんなにレベル1の数値はあんまりいらないかなって感じなんですけど、はい。で、スキル1、戦闘開始から実弾ダメージ軽減 14% 上昇、ああなるほど、戦闘開始から実弾攻撃受けにくくなるんですね。なるほど。とにかく実弾対実弾に強い機体となっております。で、スキル2、非ダメージ時に10秒間実弾ダメージ軽減 6% 上昇、5回まで重複を、とにかく実弾ダメージ軽減が高まる機体なんですね。おー、なるほど、対実弾に強い、このアシュレイ4の専用機ってことですよね。で、このアシュレイの数値は、射撃センスの方が格闘センスより高い117で、反応低くて耐性が高くて118となっております。ペッシェと似たようなバランスですね。ペッシェの SR 版といった感じの数値なのかなと。はい。で、スキル1、残り HP 80% から耐性 15% 上昇。ああ、なるほど。HP が削れると、防御が硬くなる感じの。はい。まあ、このね、上の専用機と合ってる感じですね。で、スキル2、MS が機体カテゴリー、緑の MS の時、戦闘開始から射撃センス 51% 上昇。緑の MS、まあ、上の機体、まあ、属性は赤ですけども、カテゴリーは緑の MS ってことなんですね、に乗っていると射撃センスが 51% 上昇ね、さらに射撃センスが高まりますといった感じで、まあ、緑の MS ってことはザクとかあの辺に乗せても活躍できそうなキャラクターですね。はい、てな感じの初見チェックでございました。はい、というわけで、また新しい配布機体、配布キャラクターを手に入れることができますので、戦力がね、拡充されます。で、この機体ね、非常に重宝するんじゃないかなと思います。というのも、前回の配布 SR 機体のオルテガザク、あれがね、今すごい使えているんですよね。僕カスタム8まで育成したんですけど、今回のレイドでも最もダメージを出す機体の一つになっておりますし、そう、やっぱりね、貫突ね、 SR だけど5段階改造できるっていうのがやっぱり強みなんですよね。
なので、そう、この新しいね、ハイフ SR 機体も同じように随所随所で活躍してくれる機体になるんじゃないでしょうか。非常に、ありがたい機体になると思います。特に対実弾に強い機体ということでね、またそういった対実弾イベントが来た際にすごいね、役立ちそうな感じですね。はい、てなわけで、はい、今回はこんな感じで終わりたいと思います。いずれにしても明日のペッシェイベント非常に楽しみ、待ち遠しい限りでございます。はい、ということで今回はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。